せーの、ストライクショット。こんにちは、Xラックの中の人、ゆきのしんとさしみです。モンストニュース始まりました。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで早速お品書き見ていきましょう。こちらです、じゃん。はい、はい、こちらの4項目ですね。おー、すっきり、シンプルでございます。はい、それでは1、おさらい。明日新超絶時刻点が降臨ということで、こちら、はい、このようなお姿となっておりますけれども、はい、初降臨日時が明日1月22日金曜日の19時から21時となっております。楽しみですね。頑張りましょう、頑張りましょう。はい、さあ続きましてこちらです。1月30日はモンストの日ということで、このようなね、ラック引き換えアイテムもろもろもらえますので、あ、オーブある、ありがとう、嬉しい、絶対引き換えたいです ね。はい、ということで開催日時は1月30日土曜日の0時から23時59分となります。はい、さあ続きましてこちらです。モンスト公式 YouTube チャンネル6周年&登録者数110万人突破記念キャンペーンということで、盛りだくさん、いろいろありますよと。盛り盛りですね。はい、もうお伝えしてるんですけれども、はい、あれですね、スコア報酬5倍のやつとか、うん、結構嬉しいですもんね。ありますね、うん、それにあの1月25日からですね。はい、あと私あの好きなのがバクリン出現率2倍とかね。感謝の間、はい、感謝の間来ます。ありがとうございます。感謝でございます。はい、はい、ということでいろいろありますので皆さんチェックしてみてください。はい、続きまして参りましょう。2、近畿の極が出現、高難度挑戦ダブルミッション第2弾もということで、こちらです、じゃん。はい、ということで期間限定で近畿の極が出現となります。うん、こちらの開催期間が1月23日土曜日12時から2月10日水曜日11時59分までとなります。はい、そしてこちらです、じゃん。はい、ということで現在ですね、はい、第1弾の未開の大地のミッションも開催中ではございますが、そうですね、こちらでも星6確定、うん、高難度挑戦ダブルミッション第2弾開催となります。おー、はい、こちらがですね、第2弾といたしまして、近畿の極のクエストを10回クリアしようということで、こちらクリアいたしますと、うん、星6確定のガチャ玉がもらえるということで、はい、この未開の大地、もうクリアいたしますとですね、うん、最大2個ですね、はい、もらえちゃうので、うまだねクリアしてないよとか、うん、これから近畿頑張るぞっていう方ね、頑張っていきましょう。頑張ります。はい、頑張りましょう。10回ですもんね。そう、1の極を10回とかでも大丈夫なので、うん、めっちゃありがたいですそれね。うん、ガチャ、ね、楽しみなので引いていきましょうね。そうですね、はい、はい、そして続きまして3、モンパ6追加情報ということで、こちら、はい、開始時刻、配信開始時刻が決定いたしましたので、はい、はい、こちらでお知らせします、うん、1月24日日曜日の12時半から配信開始予定となっておりますので、皆さんあの開けといてくださいね。そう、お昼ですけれども、はい、はい、さあ続きましてこちら、はい、お年玉くじ抽選会とモンストニュースも配信が決定しております。すごい、はい、こちらの、豪華絢爛モンストお年玉くじ抽選会というのがあるんですけれども、はいはい、こちらですね、今年2021年の幕開けとして用意しました豪華商品が抽選で当たるくじ企画になっております。はい、はい、こちらのくじの受け取り期間はもう、1月の7日で終了していて、はい、おりますので、なのでもう受け取ってるよっていう方が、対象の抽選会となります、はいはい、まあ、受け取ったんだけどもちょっと番号忘れちゃったなみたいな人もいるかなと思いますので、はい、概要欄にありますあの年末年始キャンペーンの特設サイトの方で、Xラック ID と連携していただけると、自分のあのお年玉くじナンバー確認できますので、はい、忘れちゃったよという方、ぜひぜひ事前に確認しておいてください。はい、はい、あのもうね、ちょっと前なんで忘れちゃってるかもしれないです、結構いい豪華商品なんでね。そうですね、結構ね、はい、等数もありましたもんね。そうですね、はい、カタログギフトとかね。いや嬉しいな、はい、神戸牛とかね当てたいな、はい、ありますので、はい、ぜひチェックしてください。はい、はい、続きましてこちらです。モンスト公式 YouTube チャンネル6周年記念としまして、復刻ガチャを開催いたします。はい、はい、こちらのクリスマス仕様とイースター仕様の期間限定キャラクター全10体が再登場するガチャがですね、うん、はい、はい、1月22日金曜日12時から1月24日日曜日の11時59分までやってまいります。結構貴重ですよね。そうですね、うん、はい、あのミロクちゃんとか、うん、弁財天、うんうん、あとはダッキー、ベルダンディ、ザドキエル、リコル、アリス、わお、この辺が入ってきますよと。仙台可愛いですもんね。そうなんですよ、可愛いからぜひぜひこの機会にって感じですよね、本当にね。今だとね、今もう取れなかったので。そうですよね、はい、推しのキャラがいる方はぜひぜひゲットしてみてください、うん、はい、はい、お願いします。はい、続いてまいりましょう。4、重心化情報を持ってまいりましたということで、こちらもご覧ください。
ということで野牛10名が重心化となります。かっこよくなったというか、なんかすっごいムキムキになりましたね。ね、なんか結構進化神化とはまた別な感じのイラストになっておりますね。割とやさ男方向だったけど ね結構いかつめな、いかつめなムキムキな男らしさもあふれる感じになりましたね。はい、はい、ということでステータス早速見ていきましょう。こちらです。じゃん、はい、反射&ゲージのパワー型アビリティが超アンチ重力バリア、アンチ減速壁、ゲージでアンチブロック、 SS スターン短縮、ストライクショットがスピードとパワーがアップ&敵を倒せば倒すほどパワーがアップする。こちらが1段階目が20ターン、2段階目が28ターン、友情コンボがメインでダブルエナジーサークル L、 サブで超絶斬撃となっております。おわすごい。まあ、そもそもね、この超アンチ重力バリアとアンチ減速壁、うん、はい、そしてアンチブロックでトリプルアンチアビリティになっておりますので、そうですね、まあ、パワー型ではありますが、はい、まあ、重力があるステージでは結構ね走っていける感じではありますよ ね、 いいね、はい、もともとね超じゃなかったもんね、超アンチ重力になりましたもん ね、 減速壁も対応したし、そう結構ねクエスト増えてきましたからね、うん、ありがたい。そして、まあ、友情のこちらのダブルエナジーサークル L、 こちらもね、うん、弱点に刺さると、まあ、結構ね威力も出ますし、サブのですね、はい、超絶斬撃、ね、こちらがですねボスの弱点の、まあ、近くにですね、うんうんうん、配置しておきますと当たるだけでね結構な威力が出ておりました。そう結構良さそうな感じしてるんですよ、サブの ね、うん、ね超絶だからね。そうなんですよ、なので結構、ね、範囲も広くなっておりますので、はいはいはい、まあ、結構雑魚とかもね離れるところにいても、うん、まあ、仕留めやすいというか、うんうんうん、ね、結構いい威力が出ますね、はいはいはい。そして私この SS ちょっと気になってましてですね。ですよね。進化の SS とちょっと同じかなって一瞬見て思ったんですけど、うん、進化の10名で初実装なんですよね。そうそうそうだったんですよね。そうそうそう。がプラスもしかしてパワーがアップみたいなのがついている最初に。そうなんですよね、はい、もうここが注目ポイントですよね。ね。でしかも敵を倒せば倒すほどパワーがアップ、さらにまたパワーアップしちゃうってことなんですもんね。なるほどですね。なので、まあ、スピード感も結構早かったですし、うんうん、まあ、アンチ重力バリアも持ってる、超アンチ重力バリアも持ってるので、うん、まあ、結構早い足で走っていけますし、SS ターン短縮持ってるっていうのがね、うん、また28ターン2段階目そうですけれども、あ、確かに早めに打てちゃうので、うんうんうん、走り回れるし結構ね、まあ、思ってる以上に早く打てるし、うん、結構ね威力がすごいので、いやー使ってみたい、楽しみにしていただければと思います。そうですね、パワー型だけど結構その超アンチ重力バリアと SS で走り回る頻度も高そうというか、そうですね、うん、いいですね、いいバランス、はい、はい、というような野牛10名でございます。はい、はい、解禁日がこちらです。じゃん、はい、解禁日が1月26日火曜日12時からとなっておりますので、重心化してみてください。します。はい、持ってなかった持ってないんだしますとか言ったけど持ってなかった。はい、ゲットしましょう。はい、はいはい、ということで今回のモンストニュース以上となります。はい、次回のモンストニュースはこちらです。じゃん、1月24日日曜日19時から、はい、モンパ6ですね、はい、見てお届けいたします。はい、スタンバります。はい、今週日曜日でございますので、はい、皆さんお見逃しなく。はい、はい、ということで最後に来週のラッキーモンスターの映像を見ながらお別れとなります。はい、それではバイバイ。